お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの新鋭隊ロイフグね紹介していきたいなと思います。というわけで、なんかムートとかマジアチとか僕がすごい好きなカードがいっぱい入ってるロイフグを見つけたので使っていこうかなと思います。なんか今ですねファイボが結構多いんですよ。ロイジョイとかまあなんか迫撃とかが多いのになんかロイフグが結構流行ってるんですよね。なんかババコヤプラスのロイフグだったり、まあ、メガナイトプラスのロイフグ、三十四プラスのロイフグとかで今回新鋭隊プラスのロイフグとかっていうので、なんか意外とねロイフグが強い環境っていうところでさあやっていけたらねいいかなと思います。というわけでですね、今ねちょっと洗濯物をね焼き鳥が同じチームの焼き鳥選手が僕ん家にね勝手に転がり込んでるんで洗濯物をしてくれてるっていうところで、もしかしたらなんか音がねガチャガチャしてる音が入ってるかもしれないんですけど、まあ、それはちょっと申し訳ないですという感じですね。なんかまあなんか出社、基本的に出社っていうのかな、まあ、毎日みんなで集まってなんか 2V やったり 1V やったりいろいろやってるんですけど、まあ、なんかそういったところで、ああこれちょっと厄介ですね。厄介だけど新鋭隊でなんとかなるでしょうっていう感じでね、守れたらいいですね。よいしょ。そうっていうので彼家が遠いんでねっていうのは何回も話したことあるんですけど、いいヒースピで新兵隊も回復していく。しかも新兵隊2体やばくね ?2 体だけで、えっ、お前やりすぎる。これ多分2体しか行ってないですよね。2体だけで、いやワンチャン3体いた。いや2体です。2体だけで2000ぐらい持っていきましたよ。いや強すぎん。さすがに3体かな、ちょっと覚えてないんですけど、まあまあそんな感じでめっちゃ入ってますね。というわけでまあ僕ん家にね転がり込んでるんで今洗濯物をね増してくれてるというところで、よーし、1500まで削ったのでかいですね。でトリトンでワンチャンメガナイトキング起動したいなと思いつつ後ろから裂いちゃったんですけど、でまあウッドでカード回しですね。ロイフグ飛ばしてもメガナイトで踏まれるだけ、ムート出しても踏まれるだけなので、後ろあポンピオバルーンだ。全然え違うな、メガナイトいたな。メガナイトバルーン、メガナイトバルーンですね。これ延命します。よいしょ。いや延命がなんかさっきから調子いいですね。でこれハンファイブくんな、うい、ザップなら耐える、ナイス。いやめっちゃいいハンター、ヒースピが強い、そしてムートが刺さりつつ OK で、ここでロイフ飛ばします。いやお前メガナイトに踏まれるだけやんけと思ってるでしょ。いやそうなんですけど、わざと踏ませます。でボコボコにするためにっていうちょっと表現がすごい悪いんですけど、まあ、確実に勝つためにですね、キング起動します。で、確実に本当に勝てんのかちょっと際ですけど、よいしょ。ザップくるとやばい。うわ、いいザップ。うわ、ハンターも優秀か?いや、ハンターめっちゃ優秀ですね。さあ、で、なぜかこっちにロイフを出したんですけど、メガナイト来たら逆サイムートしたいな。いやー、強要ですね。オッケー、一回これ落ち着いて、またメガナイトバルーンが多分来ると思うので、それさえ耐えれば僕の勝ちっていう感じかな。多分バルーンが後ろに来る。オッケー、速攻引っ張って。で、この瞬間に攻めてあげると、相手もね、このムートの受けを出さないといけなくて、こう攻めのね、なんかスペル打ったりだとか、攻めようとしてるのに、うわそんなことされたら無理ってなっちゃうんでね。相手が攻めてきた瞬間で攻めるっていうのは大事になってきますね。さあというわけで多分コストはないと思うんですけど、いやー一回落ち着きますね。一回落ち着きます。チャンスですねこれ。新鋭隊出すの忘れてましたね。はい、まあなんですけどこれ絶対きついですよ。多分これでもう右ハンター出して絶対メガナイト踏みたいじゃないですか。けど逆サイロイフグもう地獄相手からしたら、でこれもうファイボが多分ないので、オッケーオッケーオッケー、さすがにこれはいやタワー削るのやばいですね。新鋭隊1体で160ぐらいかな火力あるっすよね。一発で2体だけで多分2000削ったんすよね。いや神強いっすね新鋭隊ってわけで、まあセーパーしとけばラッキーで、もし相手にウィザードとかいるならば、まあ新鋭隊出さないとか、まあ新鋭隊にウィザード合わせてきたのを端前取り飛んで引っ張るとか、まあそういうことができれば結構いいんじゃないかなと思います。まあ脳死で新鋭隊出していいと思いますね。出してまあ相手の遠距離系来たらトリトンで引っ張ってみたいな。あープリンちゃんか。プリンちゃん結構いやらしいですね。いやらしい。見た目がね。さあ、あれトリトンで引っ張りますね。あれトリトンで引っ張りつつ、オーケーでないとマジアチェリー抜きたいですね。で、逆サイに、
あ、いや、居抜く必要もないか。このね、これ見て見て。この新鋭天体がめっちゃ削るの、これさっきから。やばくない？今だと800ですからね。で、ここはちょっとカウンターをね、できれば。ウッドがないので、ウッドがないから焦って2コスでウッドを割くよりかは、ここで耐えてからのカウンターの方がいい気がしますね。うわ、めっちゃいい防止するな、プリンウッド。で、プリンウッド使って多分今コスト2ぐらいですね、これ。3ぐらいだと思うので、ここでもう行きます。今チャンスですね。で、ウッドも冴えたので、ロケ防衛かインフェだったら美味しいけど、ロケ間に合うか。まあでもこれがきついんじゃね。ハンター回復しろ。いや、しないんですよね。これがまた。はぁ、あ。まあまあまあ、ハンター2発殴ったんでいいとしましょうか。で、次のウッドがありますね。オッケーオッケーオッケー。さあ、耐えます。相性的にはね、悪くはなさそうですね。コカッちゃんなので、まあ、マジアチャぶっ刺さるかな。ムートもいい感じに刺さって、ムートに対してナイトを受けてくるところで、マジアチャに受けたらすごいよりオシャレかなと。思います。まあこっちとしては相手の後ろ女王様、あの女王様ね、ちょっと嫌ですね。あ、でもこれはなんなら助かる、なんならなんなら助かる。オッケー、2発でナイトとインフィかで、ムート受けかな、さすがムート受けでナイト受けですね。そう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 。でこれ多分裏に行きます。あとロケ警戒でバレル警戒して、あ、ちょっと後ろっすね、これ。あのプリン多分届きます。多分なんですけど。いや、僕のね、記憶が正しければ。いや、届かんのかい！マジアチャなら届く。いや、お前が届くんかい。お前じゃないんだよな。まあまあまあ、いいでしょ。で、ロケがワンチャン来るけど、来なかったらでかい。いや、来た。これは多分ぶっ刺さる。え、マジアチャお前、川の上にんじゃん。お前、お前、お前。ちょっと待って。すげえ暴れてんな、こいつ。さ、いいよ。マジアチャか？マジアチャ？いや、暴れてんな。いや、暴れすぎじゃない？やばいっすね、こいつ。ちょっとずるくねって感じなんですけど。オッケーオッケー。これハンターですね。ハンターここに出せば完封できるのと、ヒースピで回して、ウッドで。よいしょ！いや、ヒースピがね、回転がちょっと早いのもね、いいですね。さあ、ってなわけで、枯渇にはね、結構いい感じね。新鋭隊も活躍して、ハンターもね、ゴブリンバレルの処理で活躍で、ムートも、相手ナイトぐらいでしかほぼ受けれない。そしてマジアちゃんも居抜くと。いや、みんな大活躍ですね。トリトン以外。マジで素晴らしい。さあ、よろしく。さあ、勝っていきたいですね。トリトンね、なかなか釣ってくれないんですよね。なんか釣りにも、なんか漁師じゃないですか。漁師なのに、全然なんかね、釣ってほしいのに釣らないし、お前本当は釣り下手なんじゃねえかっていう、こいつね。マジで。全然釣ってくれない。さあ、マスケ釣って。マスケを、おい、釣るんすけど、まあ、ドラゴンにボコボコにされるっていうね。これちょっと良くないんですね。もったいなかったかな。もったいないが、オッケー、落ち着いて、オッケー。ゴブジェイが、これタワー殴ってから出すことによって、ファイボーだけでハンターが処理されないってやつですね。さあ、両サイカウンター。まあ、ここはロイグセッパでいいっすね。で、マジアチャ回復よりは、ハンター回復の方が普通にうざいと思うので、ハンター側にヒースピやって、このね、いや、でも相手のヒースピも強えな。いや、もう一発殴れ。いや、これ、お、来た。釣り名人。これ、さては、ミニピを釣りつつ、マスケも釣って、処理してくれる。いや、お前、ま、いけいけいけ、いけ、いけ、来た。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。しかも、進行か。いや、めっちゃいい。相手もびっくりしてる。俺もびっくりしてる。さあ、今回相手は、スパーキーですね。いやー、このデッキ、スパーキー受けないじゃんってなっちゃうんですけど、支援隊がいるんでね、勝てます。余裕ですね。というわけで、後ろから、ああ、ちょっとうるさいです。静かにしてください、本当に。はい、というわけで、これもう、親衛隊がいるので、何でも止まりますね。さあ、というわけで、親衛隊で、はい、お疲れ様です。で、マジアチャが、マジアチャの M 良すぎて、やば。さあ、で、ウッドもしつつ、いや、2発か。2発も痛いですけど、まあまあまあ、で、僕、え、待って、マジアチャ消えてる。まあいいや。え、左やば。もう一発？いや、親衛隊やばいっすね。今のでそんな刺さるっていう。で、僕は左をどうしても落としたいので、攻めますね。まあ、セパでいいかなっていう感じですかね。オッケーオッケーオッケー。で、左マジアチャしつつ、で、トリトン構えて、ゴブジャイ釣れたらいいなぐらいですかね。ああ、来ないなら、まあまあまあ。で、なんならこれ攻めていいっすね。相手は防衛したい。てか、ああ、捨ててきますね。捨ててきたなら、もう行っちゃえ、行っちゃえ、行っちゃえ、もう。全部行っちゃえ。
全部行くとやべ、本当にやべ。全部行くとマジで止まんねえ。これ取り取んねえからちょっと良くないですね。シャシャったかもしれない。まあでも、ここで遅れてハンターで、ウッドで、もしかしたら耐えれるっていうラッキーよね。いや、耐えれる。あ、やり、お前。さあ、これ落ち着いてね。落ち着いてね。え、待って待って待って、負けた。え、待って、勝ったと思った。え、ちょっと待って待って。え、え、なんで、なんで、よくあるやつだ。まあ、僕、よくあるある、マジで3日に1回ぐらいあるんですけど、勝ったってやつ負けますね。勝ったぞってやつと、勝てる、余裕だとか言ったやつ負ける、最悪だ。待って、すげえ。え、信じらんねえ。夢っすね、これ。ちょっと待って、やばい。今負けた？なんでだ。何した？俺何したっけ？なんか全部中途半端になっちゃいましたね。よくないですね、これ。なんか右ちょっちょ捨てちゃって、落ち着いて展開してれば左折られることもなかったですし、まあそういうわけでね、皆さん気をつけてくださいね。今みたいな負け方は本当にね、辛いっす。というわけで、とりあえず新ネタ出していきます。さっき負けたね、これ勝ってね、いい感じにね。さあ、マスケをもう端前トリトンで引っ張ります。これが大事ですね。うら、いけ。で、なんならムートで攻めます。いや、これね、そうなんですよね。不意にアイゴレ出しちゃうんですけど、間に合わないんですよね。で、これ、待って。相手ムートの防衛うまいんですけど、これ多分止まんないっすよ。いけ、漁師。いやー、全然止まる。全然止まる。いや、止まんないっす、これ。で、ここでロイゴやるんですよ。絶対そう、右にコスト使って。OK、多分、ボムがさすがに置けない。で、雪すけ？ディガースケか。OK、これ絶対スケ来る。OK、ナイス、コロコロコロ。いやでも、あれっすね、ロイフが横に行っちゃって、横から殴られてるのが痛いんですけど、今回ってバルーンですね。ボムタワーバルーンなので、言っちゃえば、バルーン雪玉とかバルーンディガーをされると、まあ、一発で抑えるのはほぼ無、てか一発はほぼ角で入るだろうっていう。まあ、バルーンプラス雪玉ですね。打たれると、まあ、一発入るんですけど、まあ、その代わりカウンターになるよねっていうところを意識していきたいですね。バルーンが止まんないのはもうしょうがないです。はい。で、今回、さっきのマスケに、こう、トリトン、そうですね、警戒してるんで、普通にムートが止まんないと思います。そして、マジアチャで、あれ、犬いてやります。マスケね、奥のマスケや、邪魔なんで、マジアチャでね、処理するっていう、すげえオシャレテックをね、謎に見せていきます。全然処理するの手間っていうか、大変でしたね。全然楽に処理できなかったな。で、これ今、相手ボム使ったので、ここでロイグですね。これが強いんですね。で、ボムが回ると。いう感じかな。回ってない。いや、でかい。いや、これがね、多分、ロイフグの強みなんですよ。ロイフグ以外のユニットで、もう、ボムを使わざるを得ないっていうところですね。で、ここ別にディガー来ても、まあ、下来ますね。そう、ヒースピでどうせ回復できるんで、よいしょ。で、回復するものの、ハンターの、エイムワルツ。あ、だ、ムートめっちゃいてる。で、マスケティはちょっと邪魔なんで、引っ張ります。引っ張ったら、いや、めっちゃ強い。そのね、このトリトンがね、優秀ですね。今だけ釣り名人。さあ、これはね、多分止まんないっすね。そう、火力が足りないってやつですかね。オーケーオーケーオーケー、いけ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 。で、スケゴーヒースピがね、さあ、処理して、まあ、こんな感じですね。なんかバルーンやっぱ飛ばされると、止まんないんですけど、あいっちも止まんないっていう。まあ、そういったところで、物量でね、ご利用し可能っていうわけで、さあ、まあ、最後勝ててるんでね、チャラってことでお許しください。というわけで終わります。ぜひこれ、新エタルフグ、まあ、楽しいかつ強いんで、ぜひ使ってみてください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。